はい、マス TV です。はい、皆さん、今日はですね、お弁当買ってきました。じゃーん、こちらホットモットのお弁当です。はい、最近さ、寒いじゃないですか、結構。だからあったかいもん食べたいなと思って、で、はい、こちらのお弁当なんですけど、これね、すき焼きなんですよ。まあ、最近ね、よくあの吉野家とかすき家でもさ、こうすき焼き定食みたいなのがあったりしますけど、今回ね、紹介するのはですね、ホットモットのお弁当にもすき焼き弁当があったので、ちょっと買ってみました。なんかね、今までお弁当でこうすき焼きってなんとなく食べたことなかったんで、ちょっと楽しみなんですよね。ではちょっとこれ今日食べていきたいと思います。では開けてみましょう。オープン。すげえ、今湯気がすごいあったかそうなの見えたかな。じゃじゃーん。ということでね、こちらがすき焼き弁当になります。なんかすごく美味しそうであったかいんですよね。一人だとどうしてもね、すき焼き作ろうかなっていう気持ちにならないんでね、すごく嬉しいです。で、さらにですね、これがご飯で、今だったらね、これ卵もね、無料でついてくるみたいなんですけど、いやー、美味しそうだな。豆腐とかしっかり染み込んでそうですし、このお肉も美味しそうですしね。はい、ではね、食べてみたいと思います。ではね、卵このように割りました。はい、ではホットモットのすき焼き弁当いただきます。すき焼きさ、卵派と、そのまま食べる派いると思いますけど、僕ね、すき焼き卵好きですね。いただきます。うん、うまい。美味しいですね。なんか本当に家で作ったもの食べてるみたいな感じで、すごいうまいっすね。いや、これマジでうまい。かなりうまいです。うん、うん。で、野菜もね、かなりね、汁が染み込んでて美味しいですし、ご飯との相性がね、バッチグーですね。じゃあ次は豆腐食べてみようかな。豆腐もね、非常にうまそうなんですけど、うん、なんか食べやすいし、美味しいし、吉野家でもね、こういうすき焼き定食ってあるんですけど、そっちだと、そっちよりも味的にはね、多分美味しいですね。なんとなくね、吉野家のすき焼き定食って、この出汁っていうのかな、この汁が割と淡白な感じっていうか、うん、深みがね、若干ね、そのホットモットのこっちよりも浅い感じがしちゃいますね。これ、うまい。ただ、そのね、吉野家のすき焼き定食だと、うどんがね、入ってるんですよ。あれがね、美味しいんですよね。だから、ホットモットとね、こう、比較すると、まあ、いいとこ悪いとこ、いろいろね、両方あるんですけど。僕ね、自炊あんまり最近してないんですけど、十分こういうお弁当とかが美味しいし、一人で自炊すると余っちゃうからね。ね、っていうのもあって、自炊あんまりしないんですけど、さらに自炊しなくなりそう。うん、うめえ。あ、そう。うん。あ、ま、あ、俺、ま、はい、ということでね、完食いたしました。めちゃくちゃね、美味しかった。ね、どうせだったらね、この汁を使ってご飯入れてね、こう雑炊みたいな、なんか卵とじでなんかね、作りたいなって思っちゃうぐらい、このね、汁がすごくね、美味しかったです。いやー、なんかお手軽にね、すき焼き、あの冬だから食べたいなっていう方いたらですね、まあ吉野家とかね、あのすき家とかそういうところでもいいと思うんですけど、ホットモット僕はね、おすすめします。噛んだけどおすすめします。非常にね、美味しかったです。はい、ということでね、なんかたまーに僕こうやってね、ホットモット紹介したりとか昔からやってたんですけど、はい、今日もね、あまりにこう美味しそうだったんで紹介していきました。はい、ぜひね、皆様よかったら食べてみてください。まあ今日あっさりした動画ですが、はい、ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバイ。